フォンティーナはイタリアで生産される牛乳を原料としたセミハードタイプのチーズである。アルプスにあるバルレダオースタ州で作られている。豊富に生えている牧草だけを飼料として与えることで独特な香りを放つ最高のチーズが取れると言われている。フォンティーナはヨーロッパの法律の下で DOP の認定を受けている。名称の由来は諸説あり山の牧草地の名前。 本店、フォンテナズなる村の名前、あるいは人物の性によるとされる。記録に残るフォンティーナの書質は1270年のラテン語文書であるが、これはチーズではなく、地名としての文脈で用いられたものであった。異想入場に残る1480年のフレスコ画には、フォンティーナのようなチーズが山積みになっている姿が描かれている。確実に、 チーズとしてのフォンティーナの言及を確認できるものは1700年の資料までまとめばならない。1996年に EU の原産地名称保護制度における DOP 認定を受けた。2016年にウォールストリートジャーナルが選んだ A2Z のチーズ2 6選に取り上げられた。アオスタ渓谷で作られ原料乳は1日2回の作乳を行うが、 それぞれを混ぜず殺菌もせず使う。一年を通して作られるが、夏の間に最高では、標高2500メートルにも及ぶ山で、牛の放牧を行う。このように夏場の6月から9月の間に牛を山で放牧して作られたものは、アルペッジオと呼ばれ、指向とされる。文字、フォンテナを含むマッターホルンの組合のスタンプにより、アオスタ渓谷のフォンティーナであると確認できる。 フォンティーナの中身の45%は乳脂肪である。チーズの内部は淡いクリーム色で目と言われている穴がある。土、キノコ、木の香りがすると言われ、ロースト肉やトリュフとよく合う。濃厚な旨味とともにナッツや蜂蜜の風味も感じられ、熟成により豊かでクリーミーな味わいが増す。若いフォンティーナはとても柔らかくよく溶ける。熟成が終わる冬頃、 チーズフォンデュー的な地元の名物料理、フォンデュータに使うのが最も良い。フォンデュータ・ラ・バルドスターナもしくはフォンデュアラ・バルドテーヌは、フォンティーナに牛乳、卵とトリュフを混ぜた伝統的な料理である。熟したフォンティーナは、ハードチーズになる。テーブルチーズとして食べることもできる。パンジョやポレンタに入れてもいいし、茹でたジャガイモと一緒にオーブンで焼いてみても良い。酒なら、 地元の白ワイン、バルレダオスタが合う。野生のチェリーとトリュフの風味がする赤ワイン、ネッピオーロとよく合う。イソニエ城の四4 8 0年のフレスコが、右側のチーズはフォンティーナの最古の描写であると考えられている。他の多くのチーズ同様に、フォンティーナという名前は、フォンティネ・ラやフォンタル・フォンティーラなどのような類似するチーズにより、乱用されている。 アオスタ渓谷のものは唯一のオリジナルで最も有名なものだが派生生産はイタリアの他の場所やデンマーク、スウェーデン、ケベック州、フランス、アルゼンチン、アメリカでも行われている。アオスタ渓谷オリジナルのフォンティーナは刺激的な匂いときつい風味があり他の国で生産されているものはもっと穏やかな風味である。スウェーデンとデンマーク産のものは アメリカの食料雑貨店でよく売られているが赤いワックスの皮があるためアオスタ産のものと区別できる。アオスタ産のフォンティーナは熟成により自然に皮ができる。通常、高褐色からオレンジがかった褐色である。ありがとうございます。